第40回ユーロビジョンソングコンテストは1995年5月13日にアイルランドダブリンのポイント劇場で開催された制作 RTE アイルランド放送協会プレゼンターマリー・ケネディでアイルランド元英物の見事とを使用オープニングではコンテストの40年を振り返るビデオプログラムが上映された放送時間2時間51分 同一国が3年連続で優勝し、開催国になったのは初めて。また2年連続同一会場での開催も初。規模の小さい RTE には負担が大きすぎるのではないか、と心配したイギリスの BBC は北アイルランドの首都ベルファストでの共同開催を提案した。しかし、この時点では北アイルランド紛争は沈静化していたとはいえ、 完全に収束はしていなかったため、RTE は強く反発。申し出を断り、政府からの追加融資を受け単独開催に踏み切ることになった。観覧チケットは、アイルランド国立宝くじが主催する抽選により、販売された。一方で、エブ欧州放送連合に、これ以上は無理だと不満を漏らしたため、放送時間が3時間を超えないように、 参カ国を23カ国に減らすことになった。五増7減で23カ国に減少。前年会に終わったリトアニア、エストニア、オランダ、フィンランド、ルーマニア、スイス、スロバキアが休場し、前年休場していたベルギー、イスラエル、デンマーク、スロベニア、トルコが復帰した。マケドニアからもカロリーナゴチェバが、 代表として選出されていたが、エントリー時点で十六歳になっていなかったため、年齢制限に引っかかり、断念することになった。以下参加国の出場回数及び中継テレビ局、一覧、BRTN ベルギーオランダ語放送内数字は、参加回数不出場ながら、中継放送を実施した局、イタブ、エストニアテレビラフィンランド国営放送、ノス、オランダ放送協会、 SRGSSR スイス放送協会新ユーゴセルビア放送3 KTVB ベオグラードテレビマケドニア放送協会変更なし各国の審査員が気に入った他国の10曲に投票お気に入り順22、10、8から1点として採点演目終了後衛星回線で繋がれた各国のテレビ局のスポークスマンが出場順に口頭で発表 プレゼンターが副賞を確認し、スコアボードに加算していった。優勝は、ノルウェー代表シークレットガーデンのノックターン。同曲は大部分がインストロメンタルだったため、大会終了後論争となった。このため、出場曲は、歌詞のあるものという規則が追記されることになった。アイルランドの4連覇は危うく免れることができたが、シークレットガーデンのバイオリニストのフィンヌーラ・シェリーは、 アイルランド人だった。言語コーリーイコールアイスランド語、BS イコール、ボスニア語、テイイコールデンマーク語、ヒイイコールヘブライ語、アワーズイコール、クロアチア語、ヒロシイコールハンガリー語、SL イコール、スロベニア語、テンイコールスウェーデン語、A イコール英語、イコール、イタリア語、キイコールギリシャ語、西イコールスペイン語、ドクイコールドイツ語、土イコール、トルコ語、 フッツイコール、フランス語、ホイコール、ポルトガル語、ロイコールロシア語出場順に投票各曲の歌詞については以下を参照のことィガルースラッシュ英語版、フランス語版、ドイツ語。ありがとうございます。